上百位准新郎新娘齐聚一堂，每个人脸上都充满幸福微笑，等着一起举办婚礼。这是统一教集体配婚现场，虽然信徒都表示婚后过得相当幸福美满，但父母都是信徒的第二代信徒出来爆料他所感受到的诡异之处。合同結婚式に参加した両親の子供の二世という立場ですね。信者同士の子供なので真の神の子というふうに言われてますね。作为家中老幺出身的惠利指出，他与哥哥姐姐一样，一出生就成为统一教信徒，而且因为是信徒之间所生的孩子，深受教会爱戴。虽然家境并不富裕，但妈妈作为狂热信徒，每个月都向教会大量捐款，总额大约有数千万日币。かなりの額献金なさっていたんですか？そうですね、数千万だと思います。母は二十歳くらいの頃に入信して、それから月3万円で生活をしていたそうです。で、それ以外の全てのお給料は全て献金して、教会に財布を握られていたみたいな。惠利表示、小时候跟着父母去南韩参加了好几次统一教活动、更在小学的时候被强迫喝下含有教主文写明写意的红酒、让他感觉十分恶心。小学生くらいの時には、そのムンソンミョン氏の血が流れている血が入っているとされている赤ワインを教団の人は飲まされてたんですけど、私も飲んでましたね。子供のながら飲むお酒はすごくまずくって気持ち悪かったですね。他也指出，其实很多人都想要逃离教会，但是不知道如何逃离，因此他才决定勇于在媒体以及网络上发声。誠の愛っていうものは、すべて愛は教祖に向くんですね。まあ、単身者は、そういったその救いを求めるために全財産を提供する結果、家族が崩壊し。日本迷信营销对策律师联络会的律师指出，在2009年之后，光是统一教教徒与律师咨询的案件就超过4000件，被害金额大约176亿日币。而山上彻也因为母亲大量捐款，导致家破人亡，对教会心生怨念，才枪杀他认为与统一教有关联的前首相安倍晋三。记者廖远综合报道。然后轻松拥有五星级的享受呢，买这个就对了，因为它可以拌面拌饭，然后呢是你烫青菜加一瓢这个，或者是吃火锅加上一瓢，都能够增添你汤头的风味。好，现在哪里购买呢？这个地方有我们 QR code 来扫一下，就可以到快点购网站上头购买。